日本埼玉県敷市、胸岡胸岡は、埼玉県敷市の大技。郵便番号は353-0008。敷市東部に位置する。北から東にかけて、荒川を挟んで、埼玉市桜区下大久保、南で、朝霞市場を内間もく、南西で、下胸岡、西で中胸岡、上、胸岡、北西で、富士見市南端神殿と接する。元は上胸岡、 中宗岡、下宗岡もすべて大技宗岡だったが、住居表示実施により、荒川の定外地である河川敷部分のみが宗岡として残り、1979年3月、住居表示が実施されているが地盤はない。荒川を境に埼玉市桜区と接する。面積は190万1817平方メートル。一部荒川佐岩の土地も含んでいる。これは、 川が左岸に蛇行していた名残である。定外地には田んぼなどが広がっている。羽倉橋以北はゴルフ場、南部はサッカー場、グラウンドなどに利用されている場所もある。浅香城水上への取水口がある秋ヶ瀬取水石があり、釣り客も見られる。ゴマフアザラシのアラちゃんが出現し、一時期見物客が殺到したこともあった。また、同取水石が、 荒川の中流と下流、および淡水域と寄水域の境界となっている。宗岡は荒川と新河岸側に挟まれた平地を指す地名である。そのため、古来から水害の多い土地となっており、江戸時代に宗岡村を守るための堤防が周囲に巡らされた。また、地内には高さ約2メートルほどの森土の上に土蔵を建てた。 水化と呼ばれる施設がいくつも作られ、その中に食料なども保管されており、水害時にはそこに住民が避難するようになっていた。しかし、第二次世界大戦後は、堤防がかさ上げされるとともに、新菓子川放水路、瓶沼調節地、南畑排水機場等が整備されて水害が減少し、また、住宅開発の進展とともに、 水かも姿を消したことから、新住民はその歴史を知らない場合も多いとされる。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。色総合グラウンド、ありがとうございます。